どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。バージョン 2.3 後半のアルゼンティが復刻しましたね。ジェイドとの抜き合わせということで、壊滅知恵のキャラの登場です。アルジェンティといえば知恵のキャラらしく、全体攻撃のスキルと必殺技が魅力的なキャラクターです。特にアルジェンティの必殺技は特有の2段階となっており、全体への単発と強化後のバウンドで高ダメージを出して戦うことが可能です。素材集めのウェーブ戦や敵が多く出る虚構女児では活躍が未だにできているキャラですので、今回はその紹介をしていきたいと思います。内容としては数値よりもメインとサバーカの使用感をもとにまとめていきますので、参考程度にしてもらえるといいかと思います。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしていきます。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。それではまず今回の動画について話していきたいと思います。バージョン 2.3 で復刻したアルジェンティの評価というところですね。今回も大きくビルドガイドとチームのその他に分けて話していきたいと思います。またアルジェンティに関しては質の選び方が結構重要となってますので、速度型と攻撃型についても話していきたいと思います。まだいつも話していますが、数値よりもメインとサーバー化の使用感をもとにこの動画をまとめています。他のキャラの突如強は気にしないものとしています。エンドコンテンツの評価については育成により違いがあります。こちらで進めていきたいと思います。アルジェンティの使用についてです。アルジェンティの基本的な使用は3つほどあります。広範囲のスキルと必殺技で多くの敵を殲滅しながら戦うスタイルとなっています。必殺技に関しては EP が90と要求値が低く、敵の入れ替えで EP 回復も可能で回転率がいいです。これに関しては1段階目っていうところですね。で、必殺技に関しては2段階となっており、2段目を使用すると6回のバウンド攻撃が追加されるようになります。このバウンド攻撃が結構強力なんですよね。続いてアルジェンティの扱いにくい点です。攻撃性能が全体依存が強く、敵の数が少ないと EP 回復などの恩恵が受けにくいっていうのがあります。これはテンプだったりが敵の数に依存しているからですね。また敵の入れ替えが少ない大型ボスや裏庭などでは性能を生かしづらいっていうのがあります。またオートだった場合なんですが、必殺技のタイミングがまばらで攻撃頻度が下がる時があります。使ってほしいけど使ってくれないっていうのがよくありますので、オート挙動は苦手だなと思いますね。その他に関してです。虚構女児や疑似科学などの敵の入れ替えが発生する戦闘においてはトップクラスの性能となってます。正直必殺技ガンガン回すだけで終わりますね。で、状況次第っていうところはあるんですけど、一人で必殺技を回し続けて戦闘が終わるってことも多々あります。また敵を攻撃するために回心率がアップするバフがあり、高ダメージを安定して出しやすいっていうのも特徴です。アルジェンティの仕様としては全体攻撃を主軸とした戦い方となるので、テンプもそれに合わせた仕様となっています。続いてアルジェンティの強みと弱みについて話していきたいと思います。まずは強みからです。まず一つ目は効果力の必殺技の殲滅力が強力っていうところです。アルジェンティに関しては必殺技を回して敵を殲滅するのが得意なアタッカーとなっています。そのため必殺技の回転率が高く、2段目の強化必殺技も使用できれば高いダメージを出すことが可能となってます。2段階目を出せると高ダメージが叩き出せるので、このあたりは強い部分ですね。続いて2つ目、スキルで戦闘効率がアップするっていうところです。アルジェンティのスキルには敵一体に攻撃が当たるたびに EP の回復と専用のバフの栄達を獲得することができます。これによって回心率を上げるバフが蓄積できるんですよね。そのため EP 効率を上げながら自身を強化できるようになっています。この EP 回復と自身強化が本当に強い部分となります。続いて3つ目、2段目の必殺技で大ダメージが出せるってとこです。アルジェンティには2段目の必殺技発動時にバウンド攻撃が6回追加されるようになっています。このバウンドに関してはランダムなため敵を狙って当てるということはできませんが、対象が1人の敵には大ダメージを出せるようになっているので強力な攻撃となっています。強みの全体的な話としては、アルジェンティは必殺技をどれくらい回せるかでダメージが大きく変わります。特に2段目の必殺技はダメージだけではなく人生削りの貢献もありますので、なるべく対象を絞って狙いたいというところになります。続いてアルジェンティの弱みについてです。1つ目は敵の数が減るほど効率が下がるというところです。
アルジェンティのバフ性能は敵一体に対してとなっているため、敵の数が少なかったりすると攻撃を当てる対象が減り、EP 回復や A 達の獲得っていうのが遅くなります。蓄積が鈍くなるっていうところですね。なので、連戦以外では効果を発揮しにくいっていうのがあります。続いて2つ目です。必殺技以外はダメージが低いっていうところです。アルジェンティに関しては必殺技が2段階で扱いやすくダメージが出しやすいっていうのがありますが、スキルや通常攻撃のダメージ倍率っていうのはかなり低めになっています。なので必殺技の回転率が悪いと一気に火力減となりますので注意が必要な部分となります。続いて3つ目です。耐久面は意外と低めっていうとこです。アルジェンティの見た目的に鎧も着てるので防御力も高そうかなと思われるかもですが、実際は基礎防御力はめちゃくちゃ低いです。まあワースト3に入るぐらいの基礎の数値となってますね。なので集中攻撃を受けるとそのまま瀕死状態になることも多いです。なので防御面っていうのはかなり大事ですね。弱みの全体的な話としては必殺技特化のキャラだけあってそれ以外はちょっと控えめな性能というところになっています。そのため編成を組む際に長所を伸ばしながら欠点を補っていかないとなかなか厳しい展開を強いられるため注意が必要なキャラクターとなっています。続いてアルジェンティの凸についてです。アルジェンティの凸としては1凸は A 凸1層につきさらに会心ダメージが上がるようになります。これに関しては最大10層貯めることができるので 40% アップができますね。純正な火力アップなのでめちゃくちゃ強いなと思います。2凸目に関しては必殺技を発動した時にフィールド上の敵が3体以上の場合は攻撃力がアップするというものです。まあ、倒しそびれたりか倒す前に敵が多ければ攻撃力が単純にアップするので火力アップの恩恵があります。3凸に関してはスキルとテンプの最大値ですね。4凸に関しては A 凸を2層獲得するっていうのとテンプの累積可能数が2アップということです。戦闘開始時に発動しますので実質2アップしている状態っていうところですね。初動の立ち上がりが緩和できるのはいいとこです。お凸に関しては必殺技と通常攻撃のレベルの最大が上がるっていうとこです。6凸に関しては必殺技を発動した時に敵の防御力を 30% 無視するっていうとこです。これに関しては単純な火力アップで敵の殲滅力が高くなりますのでかなり強いかなと思いますね。全体的な凸の話ですが、凸をするなら1凸ぐらいがベストかなと思います。単純に A 凸の効果が伸びますからね。続いて異物の候補についてです。異物については成り上がりチャンピオンがおすすめです。これは変わらずというとこですね。まあポイントとしては物理系の異物が更新されていないっていうのが一番大きいです。まあ以前と変わらずこちらのチャンピオンを装備するのが安定的ですね。また揃っていない場合はガンマンなどをつなぎで採用するのがいいかと思います。続いてオーナメントについてです。グラモスかツガンニアになります。サルソットもありなんですがサルソットに関してはちょっと必殺技に依存してるので今回外しています。まあ、ルアンなどを入れて速度を135確保ができるならグラモスはありかなという感じですね。ただし速度靴にする必要があるので攻撃力は多少落ちます。なので連戦での使用目的とか味方によって行動順がアップできるならツガンニアに装備を変えるっていうのもありですね。こちらもこちらで強いので両方使い分けがいいのかなと思います。それではメインステータスの候補についてです。胴体に関しては会心率、会心ダメを選ぶようにしましょう。靴については速度、攻撃の順がいいかと思います。弾に関しては物理ダメージを優先してください。縄については攻撃力アップがおすすめです。続いてサブステータスに関してです。速度、会心率、会心ダメ、攻撃力の順で選ぶといいかと思います。まずはとりあえず会心率をガンガン開けるっていうのが大事ですね。それではエンドコンテンツのための必要なステータスについて話していきたいと思います。これに関しては自分がエンドコンテンツをクリアするときに必要にしていたステータスとなります。 HP に関しては3200以上あるといいですね。耐久値が低いっていうところがありますのでこのあたりは欲しいところです。または防御力は800以上ですね。最低限あるといいかなと思います。攻撃力に関しては2800以上あるとダメージは出しやすいっていうのがありました。会心率に関しては 70% 以上、会心ダメについては 150% 以上となります。まあ、会心率に関しましてはバフの 20% も計算に入れて組むといいかなと思います。さすがにね50とか60会心率を上げるっていうのはかなり厳しいところがありますのでこのあたりはバフも計算に入れるといいかなと思います。それに合わせて会心ダメもバランスを整えるようにしていきましょう。続いて公園水についてです。公園水の候補としてはまずモチーフですね。
こちらに関しては会心ダメージの数値を伸ばしつつ、必殺技の発動の際に最大 EP に合わせて余ダメもアップができるのがいいとこです。ただでさえ強い必殺技の火力を伸ばす性能となっているので、装備しておきたい高円錐ですね。続いては銀河鉄道の夜です。不足しがちな攻撃力の数値をカバーしつつ、弱点撃破で余ダメがアップするため、スキルとか必殺技でうまく合わせると火力が上げやすいっていうのが特徴です。スキルでうまいこと弱点撃破が狙えると高ダメージが狙えるっていう流れになるからですね。続いては星4のこの世界の喧騒になります。これに関しては貫突してるとより強くなるかなっていうところですね。戦闘開始時に EP を回復できるため、初動の動きが速くなるっていう特徴があります。また必殺技のみっていうところですが、余ダメアップもしますので、中盤以降も高ダメージを維持しやすい高円錐となっています。最後4つ目ですが、絶え間ない演算がおすすめです。こちらに関しては敵に攻撃がヒットするだけで攻撃力のバフが獲得できるため、全体攻撃をするアルジェンティと相性が良くなっています。3体以上の敵に命中すれば速度もアップするので、行動回数アップの機会も狙えていいところですね。このあたりグラモスなどを持っていると速度アップの恩恵を受けれるので嬉しいところかなと思います。高円錐に関してはできるだけ攻撃力アップのバフや必殺技の余ダメが上がるものを選ぶといいかなと思います。またこちらに関してなんですけど、星4の高円錐に関しては突状況によっては優先度が変わってきますので、突状況は必ず確認をするようにしておいてください。その中でも個人的にはこの世界に喧騒王が扱いやすくて良かったですね。それでは高難易度での使用感について話していきたいと思います。忘却の庭、虚構女児、祭りの幻影、それぞれ使った感想となります。で、感想といったところなんですけど、使ってみて大きく2つのポイントを感じました。まず1つ目が、敵が多く出現するエンドコンテンツでは相性がいいというところです。基本的にアルジェンティは敵の数が多いほど殲滅がしやすいっていうのがあります。性能アップだったりとかバフの恩恵も受けやすいのがあるんですよね。なので特に虚構女児に関しては常に答える状態が続きますので、 EP 効率を維持できるのはかなり嬉しかったかなと思います。なので虚構女児は適性は高めっていう感じですね。ですが敵依存が強いために残念な部分っていうのもあります。それが2つ目のポイントです。数が減る後半戦は苦手っていうところです。敵の数が減る後半になると一気に EP 効率が下がるので、味方による EP 回復は非常に大事となります。また数がもともと少ない裏庭や末尾などに関しては村が激しいので、もともとのステータスをそれなりに漏れないと結構厳しかったっていうのがあります。裏庭に関しては12、末尾に関しては後半をやってみたんですけど、正直クリアはできるんだけど、最短というかターンの短縮、ラウンドの短縮っていうのがかなり厳しかったです。虚構女児に関しても今なかなか難しいレベルまで来ているので、3万超えは狙えるんですが、安定して使えるかっていうとちょっとね、まだ難しいかなという感じでした。ただ敵の数が多い虚構女児に関しては適性は高く感じましたね。それではアルジェンティのパーティーの紹介をしたいと思います。そこまで多くはないので、種類別で見てもらえるといいかなと思います。まずは EP 効率最適編成となります。アルジェンティ、花火、低運、ポポとなります。今のアルジェンティだと一番組みやすい、一番組んでて楽な編成かなと思いますね。これに関してはアルジェンティが常に SP を消費していきますので、花火でそれを緩和しつつバフをかけるっていう流れになります。低運とポポで EP 回復もできるので、必殺技が回しやすくなるのもいいとこですね。続いてダメバフ特化の編成です。アルジェンティ、ルアンカ、ロビン、低運、ポポとなります。これに関してはポポの代わりに入れる枠というところですね。ルアンとロビンに関してはダメバフが高いので、アルジェンティのダメージの底上げができます。行動順のコントロールもできるので、ロビンに関しては攻撃力バフと合わせて強いかなというところですね。続いて全体アタッカー編成です。アルジェンティ、ジェイド、ロビン、フォフォとなります。これに関しては敵の数が多いほど殲滅がしやすくなる編成というところですね。ただし SP 枯渇が結構あるので気をつけないといけない部分かなと思います。続いて星4編成です。アルジェンティ、カンア、テイウン、ギャラガーとなります。星4編成に関してはカンアによって SP の緩和とかもできますので、アルジェンティを使うのであれば育てておきたい、組ませておきたいキャラとなります。アルジェンティとは本当相性がいいキャラではあるんですよね。その他にギャラガーの部分に関しては回復役だったら誰でもありっていうところになります。テイウンはできるだけ外したくはないっていうところですね。
パーティー編成の全体的な話なんですが、アルジェンティの EP 効率などを考えると一つ目の編成を使うのが一番いいかなと思います。正直戦いやすいっていうのがありますね。そこから敵の人生削りやダメージに合わせてグワンやロビンを採用していくと組み替えがしやすかったりします。ジェイドも所持しているなら全体アタッカーを使うのもありですね。ただしジェイドはヘルダと相性がいいので、わざわざこれを組むかって言われると悩みどころになります。ちなみに虚構女児の数値的な話で言うと、2つ目の編成ダメバフ特化編成の方が数値は高くなりました。多分敵の HP が高すぎて硬いっていうのもあるので、ダメバフを簡単に漏れるルアンとかロビンの方が相性が良かったんじゃないかなと思います。正直1万近く差がついたので、アダビの編成も使い勝手がいいんですが、ダメージの効率を求めるならルアン・ロビンの編成を使うのもありかなと思います。まあこれに関しては育成状況でガラッと変わるかもしれないですね。参考程度ってとこにしてください。それでは続いてアルジェンティの靴に関しての話となります。速度靴と攻撃靴どっちがいいのかっていう話ですね。これに関しては僕の使用感ですね、虚構女児でいろいろ試しての話となります。実際グラモスとかツガンニアを採用してみたりとか、花火ルワンの採用でどれだけ変わるのかとか、まあ、虚構女児のポイントでかつオート挙動をもとにまとめていますので、こちらに関しては採用の際は参考程度というふうにしてください。速度靴に関してはグラモスの条件達成ができればありっていうところです。異物の組み合わせとしてグラモスの効果を発揮できた方が虚構女児などでは何かと扱いやすく、ダメージも出しやすかったので、速度靴の採用や編成で135を超えるようであれば、こちらの方が総合ダメージは出しやすかったなっていうのがありますね。まあ、速度を味方のスキルに頼らないので、その分行動回数が増えてダメージが出せるっていうところです。まあ、総合ダメージが出しやすかったなっていうのがあります。個人的にはずっと速度靴でグラモスを使ってますが、正直こちらの方が何かとダメージは出やすいなっていう印象はありました。続いて攻撃靴に関してです。これに関しては花火で SP 管理ができるならありっていうとこです。まずアルジェンティに関してですが、速度靴を採用しなかった場合、速度の厳選っていうのがかなり難しくなっています。なので SP の管理でも困るようであれば、攻撃にして花火を入れた方が扱いやすさっていうのはぐっと上がりますね。花火に関しては行動順アップもできますし、何より SP 管理が非常に楽になりますので、アルジェンティを使っていて SP の効率が悪く感じた場合はこちらを使用するようにしてください。正直扱いやすさとか編成で選ぶのが一番かなと思います。で、面白いのは虚構女児でじゃあどっちを使ったらどうなのかとか、まあツガンニアを使ってみたりとかいろいろやってみたんですけど、正直数値としては大きく変わらないですね。それよりも花火を採用するのかルアーも採用するのかによってポイントが大きく変わるぐらいだったので、好みに合わせて使うのがいいかなと思います。ただ総合ダメージ的にとかポイント的にちょっと高くなったのは速度靴でグラモスをつけるのが良かったです。また大きな違いっていうところなんですけど、速度靴を採用した場合は SPO を消費することが多くなりますので、 SP 管理がちょっと難しくなります。なので味方の行動を制限してしまうことがありますので、なんか使ってて味方がスキルうまく使えないなっていう時は、花火の採用を単純にしてみるとか、採用したけど火力が落ちてしまったっていう時には攻撃靴に変えるっていう風にいろいろ組み合わせをしてみてください。正直どっちが優先かって言われると個人的な速度ですが、まあ、このあたりは編成の揃い次第かなっていうところになると思います。それでは最後アルジェンティの総評について話していきたいと思います。まずはガチャからです。アタッカーが不足しているならガチャ自体はありかなっていうキャラです。まあ、ジェイドと同じでキャラ自体の使い道が虚構女児とか疑似科学の集会などでかなり便利なキャラだなっていうところなんですよね。ですがその他のコンテンツではまだ活躍が厳しいっていうのがありますので、アルジェンティに関しては編成も完成したものがそこまでないので、そういった扱いにくさもあって難しいキャラだなと思ってます。活躍をさせづらいっていう環境ではあるので、正直なところを引くのは控えてもいいのかなと思いますね。ちなみにアルジェンティに関しては実装の時からずっと使っていますが、使用頻度としてはやはり虚構女児と疑似科学が主なところとなっていました。続いてキャラの性能についてです。キャラ性能に関しては必殺技依存が高く EP 効率に左右されるキャラクターとなります。アルジェンティに関しては良くも悪くも EP 依存が高いキャラとなっています。必殺技は本当に強力で魅力的なキャラクターなんですが、
その他の倍率がやっぱ低いっていうのがありますので、必殺技を回せない時のもどかしさがあるんですよね。これに関してはやっぱ使えば使うほど感じる部分かなと思います。で、敵の数に依存する部分もあるので、そういった意味でもやっぱ扱いは難しいなと思いますね。最後に懸念点です。懸念点に関しては物理アタッカー向けのサポート異物が欲しいところっていうところです。アルジェンティに関してなんですけど、現在の状況としてはテイウンやホホといった一部のキャラによる EP 回復を主軸とするため、物理ダメージを上げるようなものがない状態となってます。そのためルアンやロビン、花火などを入れて強化するっていうのが強いんですよね。しかもアルジェンティに関しては純粋な攻撃ダメージしか出せないっていうのがあります。撃破特攻とかがあるわけではないですからね。なので何かしらのバフ持ちや異物などが来ないと今までと変わらない扱いになるのかなと思います。使い勝手が爆発的に良くなったかって言われるとそういうわけではないので、なんかねここら辺で環境が変わるようなものが来てくれると嬉しいなというところです。なのでアルジェンティに関しては、まあ、ジェイドも使った上で考えてみるとちょっとね知恵のキャラが難しい扱いになってきてるなと思います。まあ、特に虚構女児だったらめちゃくちゃ輝くんだけど、その他のコンテンツだと考えものだなっていうところがありますので、アルジェンティを引く際はよっぽど好きっていうところがまず一つにあるのと、使い道がなくても困らないっていうところで、まあ、キャラクターを揃えたいっていう方向けなのかなと思います。個人的にはアタッカーが少なかったりとかしてもなかなか進めづらいキャラクターだなっていうところが本音ですね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。